ニコル・ロマノブナ・ゴスビアには、ロシア出身のイタリアのフィギュアスケート選手。2013年トリグラフトロフィー優勝。2016年6月29日、イタリア人のアイスダンサー、レオルカス・フォルツァと結婚した。2012から2013年シーズン、ロシア選手権では6位。上位の選手が、 シニアの国際大会への派遣年齢を満たしていなかったために欧州選手権の代表に選出された。出場のための最低技術点を満たしていなかったため、ネスレネスクイック杯のジュニアクラスに出場して、それをクリアした。欧州選手権では6位。2015年9月にイタリアへの移籍が報じられたが、ロシアフィギュアスケート連盟のアレクサンドル・ゴルシコフにより、 2015から2016シーズンにイタリア代表で競技できる可能性を否定された。初出場のイタリア選手権では4位に入った。2016年5月、ロシアフィギュアスケート連盟によってイタリアへの移籍が正式に認められた。レオルカス・フォルザジェイの Facebook ハットファイ、ゼーゼーゼー,ゼーファイ。ありがとうございます。